おはよう。エマ、お前年いくつだ？5歳。問題、ノーマンにあってエマにないものは戦略だ。確かに単純な身体能力ならエマの方が上だろう。でもノーマンはここが強い、半端ない。鬼ごっこはまさに戦略を競う遊びなんだ。体をフルに使ったチェスみたいなもんだ。そうだろノーマン。買いかぶんな。質問を質問で返すようで悪いが、聞きたいことが。ここはどこだ？先ほどから気になってたんだが、僕はロボットなのか？それにしても腕が伸びるとは。伸びる金属の腕にこの兜、いよいよ疑わしいな。へそとかロボットに必要なのかね。僕に捕まって。ん？早く。ねえ、あそこの明かり窓から飛び降りたらさ、死ぬと思う？ちょっと、あたしだってば。俺、フーファイターズ。FF って呼んでいいよ。ジョリン、あたしはあんたを守りたい。あたしの名は、こいつの肉体の記憶によると、エートロ。囚人番号、FE39423。子供の頃の夢は、誰かにさらわれること。ああ水だ。ねえねえ、トンポさん、さっきのジュース、もっとくれる？緊張してんのかな？喉乾いちゃって。俺なら平気だよ。鍛えてるから。毒じゃ死なない。やっほー！何なんだよ、ゴン！一冊20万ジュエルの仕事、誰かに取られちゃった？はぁ、迷ってたのにな。10倍？最強の女は、エルザで間違いないと思うけどね。ルーちゃんのためだもん。頑張る！ルーちゃんの小説、絶対読者第1号になりたいから。私、古代文字ちょっと詳しいんだ。だから、まずはその依頼書の文字を調べてみる。わかんない。キーコ、わかった！わかっちゃった！これフラグバッキバキになってるよ！キー君、ベルトしてない。そのベルトを、ツインテールさんが持ってきた。この謎はつまり、キー君が彼女の前で、ベルトを取るような何かをしたってこと！違う！ 2 とか3なんて別所。個々の作品に対する侮辱。アリアの情報でしょ？はい。ダメよ、エリッサ。絹のパジャマは着るつもりはないわよ。悪のパジャマだもの。はぁ、やっぱりこれ、寝るのパジャマ。憂いに満ちてるんじゃなくて暗いだけ。黄昏じゃなくてやる気がないだけ。私のような女は置いて、宮廷の花をめでてらっしゃい。ね。でも女性の扱いは慣れていらっしゃったではないですか。妹さんとは会えないのですか？お寂しいとか。あれ？ニーヤ今頃宿題やってんの？そういうのはお盆ぐらいまでに終わらせとかないとね。ん？何これ？パパリンのカメラ？なんでここにあるの？祝いでか！絶対新しい服買ってもらってやる！ふん。で、何か撮ってみたの？なんで？せっかくもらったのに、もったいなくなくない？もったいなく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 ない？やったー！うさピース！無理やりは良くないな。美化委員長として止めざるを得ないじゃん。もちろん。ギャンブルで決めようぜ。玉が出たらあんたは、あべこべに突っ込まれるってわけよ。どう？面白いっしょ！逆？そうだ、逆だ。6分の1で、これだよ。今ここで私は生きてる。ジャバミユメコだったか。あ、マリちゃん、なんかもうショックすぎる、あの秋様が。でも私、マリちゃんが一番心配かもだよ。お疲れ、遅れてごめん。クラスごとの企画なんだけど、2年 A 組が演劇白雪姫で、B 組も演劇白雪姫なの。 A でしょ？つまり A 組ってことでしょ。なんだ、持ってくれるんじゃないのか。今日はプラスチックゴミの日だからな。春休み前にゴミを出すの忘れてな。今日が休み明け最初のプラスチックゴミの日というわけだ。お前はゴミの分別はしないのか？アメリカンナイズか？プラスチックゴミは週に1回だぞ。
よく来たな。私がこのハーフプライサー同好会唯一の会員にして会長の2年、やりずい千だ。一応半額弁当好きなバカどもからは意味がよくわかりません。死に、なるほど、感謝します。さすがは伝説の7つの大罪団長メリオダス、その実力は本物のようですね。しかし不思議です、なぜ剣を使わないのですか。自分に向けられたあらゆる攻撃的魔力を倍以上にして跳ね返す。さあ二人とも、もっと頑張って私を満足させてください。